本当にすごいですよこれ、おはようございます。はい、今日は宇都宮市栃木百名山の羽黒山にやってきました。ちょうどロウバイが見事ということで、すごく楽しみにしています。今日はね、ちょっとユッピーの森からずっと回って、最後は表参道の方から下山したいと思います。車でもね、山頂近くに行けますので、ロウバイなんか見に行く方は、車でも行けますんで、よろしいかと思います。それでは行ってきます。はい、では行ってみましょう。なんだこれ階段きついっすねこれ。はい、大だらゆっぴ大だら方面に向かいます。大だら岩というのがあるそうですよね。はい、行ってみましょう。はい、やっと階段も終わって平坦な道になってきましたね。大だら岩と参道の分岐に来ました。ちょっとね、大だら岩の方に 200m なので行ってみたいと思います。はい、では行ってみましょう。はい、でもちょっと下っちゃうんですけど、はい、元気出して行きましょう。はい、こちら岩がありますね。大だら棒岩はですね、この下だと思いますね。ではちょっと行ってみましょう。はい、大だら棒の岩到着しました。はい、分岐に戻ってきました。それでは参道の方に行ってみましょう。はい、参道に出てきましたね。はい、9丁目まで来ました。はい、石段の結構きつい登りになりますね。はい、車道を横断します。この車道がですね、山頂近くまで行く道になりますね。さあ、やってきました。羽黒山名物カラッソ坂ですね。ここを登るとですね、身も心も煩悩から離れ、もうとても清らかになるようなので、行ってみたいと思います。まあ、いつもね、私清らかですけどね。
さあこれは身も心も清らかどころか本当にすごいさこれ、はい、カラッソ坂も終わりました、これから羽黒山神社に行きまして、山頂を目指したいと思います。はい、ご覧のようにロウバイが咲き乱れております。帰りにですねじっくりと、見に行きたいと思います。はい、羽黒神社到着したんでお参りしていきたいと思います。はい、それでは羽黒山山頂まであと3分ですね。では行ってみましょう。山頂手前、展望のいいところですね。はい、お疲れ様でした。栃木百名山羽黒山到着しました。458m ですね。さあちょっとね、眺望のいいところでちょっと早いんですけどランチにしたいと思います。では行ってみましょう。お尻から行く派です。はい、日光連山もねちょっと雲がかかってきちゃいましたね。ね、ゆっくりのんびりできました。お腹も大きくなったことですし、これからお楽しみのロウバイ鑑賞に向かいたいと思います。すぐ近くです。はい、それではロウバイ鑑賞のんびりとしたいと思います。ロウバイの香りがいい香りですねこれね。
はい、ロウバイ見事ですね。あのね、香りがねすごいいい香りしますね。甘い香りがしますね。ちょっと匂いをねお伝えできないのがすごい残念ですけどね。さあ気をつけて、下山したいと思います。はい、帰りは車道を降りてきました。カラッソ坂は通りませんでしたね。それでは、参道から帰りたいと思います。はい、行きは大だら坊の方から来ましたけど、帰りは参道の方から帰りたいと思います。はい、一丁まで戻ってきましたね。はい、もう少しです。はい、お疲れ様でした。羽黒山の参道駐車場に無事戻ってきました。ね、あのロウバイがすごく今ね咲き乱れててすごいいい香りがしてとっても良かったですね。ぜひ皆さんもいらしてください。今日の動画は以上です。どうもいつもありがとうございます。